韓国代表医学院が所属するスペインのバレンシアで、新型コロナウイルス感染者が急増している。バレンシア側は16日、選手を含めたクラブ構成員の5人が、新型コロナウイルス陽性との診断を受けたし、5人は各自が隔離措置を取り、治療を受けていると明かした。去る15日、 d f エセキエルガライが自身が感染したことを SNS を通して明かした後、わずか1日でクラブ内から新たな感染者が4人確認された。